次はニューヨークと川越を中継でつないでトークを繰り広げるコーナー、川越の架け橋のコーナーです。ニューヨークの小雪さん、おはようございます。はい、おはようございます。ニューヨーク大橋です。今週もよろしくお願いします。よろしくお願いします。ニューヨークね、紅葉が結構いい感じになってきまして、そんなね色がよりとりみとりじゃないんですけど、はい、主に黄色なんですよね。はい、あ、黄色なんですね。そのオレンジとか赤じゃなくて。そう、ほとんどオレンジとか赤はほとんどなくても、黄色に完全に色づくみたいな、そういう感じですよ。でも確かにイメージをね、ニューヨークの紅葉をイメージしてみると、確かにこう整備された歩道にパーッとこう黄色いイチョウやらモミジやらがこうあるようなイメージがしてますね。もうまさにそんな感じです。まだね、100% じゃないんですけど、これから多分アップデートされると思うんで、はい、このコーナーでも、まあ、その辺の話なんかもしていきたいと思いますが、はい、今週はですね、ニューヨークのね非常事態宣言の話ってエリカさん、はい、聞いたことありますかね。はい、なんとなくニュースで見ました。そうですよね、なんかまた非常事態宣言って思っちゃうかもしれないんですが、はい、これね実は移民の急増での非常事態宣言で、宣言が出されたのが10日ぐらい前の話なんですけど、一応どういったものなのか話しておくと、アメリカの、ね、南部の国境地帯にバスでこっそり移動してきたこう移民の人たちがいたわけですよ。はいはいはい、でその人たちをどうするっていうので、ニューヨークのねアダムス市長っていう方がいるんですが、その方が受け入れますよって言って、まあ受け入れたはいいんですが、その移民の方たちがね急増してしまいまして、非常事態宣言が出てたんですよね。うん、増えちゃったんですね。うん、そうですそうです。でこっちでもね結構報道なんかでやっていたんですが、なんとなくこう、あ、そうなんだぐらいにしか私思っていなかったところに、私のね知り合いの知り合いぐらいのこう日本のコミュニティがあるんですが、そのコミュニティの中でちょっとね呼びかけていた方がいまして、どういった呼びかけなのかと言いますと、その方のねお子さんが通っている小学校に、その移民の人たちがね50人ぐらい、いきなり小学校ですよ、バンと1週間の間に来たんですって、はい、子供たちが、でその子供、そうびっくりでしょ。でその子供たちの洋服とかが足りないので、皆さん寄付してくれませんかっていう、そういう呼びかけをしていた方がいたんです。で、あ、これ私もただサイズ合わないけど、もしできるんだったらやりたいななんて思ってたら、おかげさまでなんかもう本当にもうみんながバタバタするぐらいにたくさんの寄付をいただきまして、ありがとうございましたっていうような投稿がなされてまして、あ、もうあっという間にこうやっていっぱいになったんだったらよかった、子どもたちもね寄付してもらってよかったななんて思ってたんですが、そこでちょっとねこっちって寄付って結構あったりするので、その辺の話をしていきたいななんて思ったんですけれど、はいはい、大事なこと、そうですよね、エリナさんどうですか、こう寄付したことありますとか、いろんな寄付の形があると思うんですが、日本で経験ってありますかね。はい、あります。で、お金の寄付、いわゆる募金的なものももちろんあるんですが、結構大きめのブランドのそのファストファッションの服屋さんとかが、そういう困った方にお洋服をリサイクルしませんか、自分がもう着ない服とかぜひもらったらリサイクルしませんかっていうのをやっていて、すごくそれを利用してます。で、その寄付をした側もその寄付で新しいお洋服が買えるような何か割引券とかがもらえたりするんですよね。なのですごく気軽にお洋服持って行って、で割引券と変えてもらって、でまたその割引券を使ってお洋服を買うみたいな、そういうことが結構できるのでやってたりします。すごいいいことだと思いますよね。やっぱり服って買ったはいいんだけど、1回か2回ぐらいでやっぱなんか自分に合わないなとか、なんか違うなみたいなので、もう着ないままになっちゃうこと、もう下手したらそれ捨てちゃうみたいなこととかあると思うのって、それを着てくれる人とか使ってくれる人がいるんだったら、もうどんどんするべきだななんて私も思ってるんですけど、結構ねこっちだと寄付ドネーションなんて言ったりするんですが、それってよく、そう、よく聞く言葉でね、
例えばそのゴスペルなんかに行ったりすると、まあ、教会なのでそういった意味での、ね、ドネーションは当たり前のようにあるんですけど、うん、例えばそのヨガのレッスンとかに行くじゃないですか、はい、結構、ね、実はフリーの無料のレッスンなんていうのがこっちあったりするんですよ。無料すごいですね。なかなかない日本では。そう、うん、そうなんですよね。ただしドネーション制ですと。だからあのまあ、いくらでもいいんだよ、いくらって困っちゃうんだけど、いくらでもいいんだけど、はい、ドネーションで払ってくださいっていうところが、はい、そうレッスン関係だとあったりしますと、うんうん、あとはですね洋服関係、まあ、日本と同じような感じだと思うんですが、はい、洋服とか例えば家具とかね、いらなくなったものをそこに持っていくともうまとめて使ってくれる人たちに売りますよと。ただしこっち側はもう完全にあの渡す側はドネーションなので、そこで引き換え券とかもらうことはできないところが結構多いんですよ、うちの近所だと、はい、ただ使わないものをもうごっそりと持って行って、そこで、うん、お店の人に渡したらお店の人たちがうまいことやってくれるっていうのが一つ、はい、あとですね、うん、こっちの日本人コミュニティ同士とかでもこっちに住んでると結構もう短期で日本に帰っちゃう人って多いんですよ。1年とか2年とか。そうでしょうね。うん、そうすると買ったはいいんだけどもういらなくなる、しかも日本に帰んなきゃいけないから処分どうするっていうのってもうこれよくあるあるのパターン。うん、そうするとどうするかっていうと、日系のコミュニティそういう掲示板があるので、そこに私例えばね机と椅子この金額で売りますよ、めちゃくちゃ安いんですよ、1年使ってますけどこの金額でいかがですかっていうのをみんなでやり取りする、要は売ります買いますの交換みたいなサイトっていうのは結構流行ってますね。これをドネーションっていうかどうかはわからないんですが、ドネーションにちょっと近いような部分はありますよね。ありそうですね。まあドネーションというのか、まあ、いわゆるこうリサイクル的なものに近いのか、そんな感じもしますが、思い出したんですけど、私も以前住んでいたところの近所にご飯屋さんがあって、そのご飯屋さんがご飯をドネーションしてたんですよ。お金は払わなくても食べれるんだけど払うことができて、でその払ったお金っていうのが何でしょう、こう蓄積されていって、例えば生活に困っている方、お家がない方とかがそれを使って無料でご飯を食べれるみたいな、そういうシステムがありましたよ。結構そういうのも日本でもやっぱりあるんですね。そうですね、感度が高い方はねそういう試みをされてますね。そうですよね。こっちもあの食べ物関係だとコロナ禍ももちろんなんですが、今でも毎週金曜日のお昼の時間帯、はい、この地区でご飯を配りますよ、市がもちろん運営してる感じとか、あとは教会がやってたりとかするんですが、うんうん、そういうのも結構あったりしますね。あ、でもそうですよね、ご飯配ったりとかもねありますよね、公園のいらっしゃる方とかね、うん、本当そうですよね。だからなんかいらないものをいらないまんまにする、私引っ越しの時にごっそりそのいらないものをドネーション使ってくれる人がいるんだったらっていう感じでやってたんですが、はい、まあこういうのを機会にね、いろいろ断捨離もいいなんて言ったりするじゃないですか。なのでそういうのも一つとしていいのかなというふうに思うのと、この非常事態宣言がちょっとね今後どうなっていくかっていうのが、今そのアップデートがほとんどない状態なので、はい、そのあたりもちょっともしあれば報告していきたいなとは思ってます。ぜひぜひ、ちょっと気になってるので現地の様子もぜひ教えてください。そうですね、うん、なんかその、まあ、受け入れるのはいいんだけど増えすぎちゃってっていう問題はどうもいろいろ出てきてるみたいなので、そうですね、いろいろあったら、はい、ご紹介していきたいと思います。はい、ぜひよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。はい、小雪さん今日もありがとうございました。来週もよろしくお願いします。はい、お願いします。はい、以上川越の架け橋のコーナーでした。